ダイソーさんでミュゼという糸を衝動買いしてしまいました。靴下が編めるそうです。アクアブルーとピンク、こちらを2本取りで編んでみたらすごくふんわりしたいい感じのルームソックスが出来上がりました。材質はアクリル、ナイロン、ウールでできています。そしてかぎ針は4号針となっていて、こちらの2本取りは6号針で編んでみました。